月英と申します。父の命により劉備様のお力になるべく参じました。おお、よく来てくれた。ご助力感謝する。いえ、助力はこたびの務めを果たすまで、それ以後のことはご容赦いただきたいと存じます。承知しました。ここでいろいろ見聞きしてご自身で判断なさるといいでしょう。無礼をお許しください。ではこれにて失礼します。しっかりしたご息女だな。ええ、そうですね。父上も私がここで何かを見つけるだろうとおっしゃった。見極めねば。ここにおられましたか。こたびの戦、あなたのおかげで切り抜けられました。感謝します。民をご覧になっていたのですか。はい、劉備様が目指す世とはいかなるものなのですか。殿がなさんとしているのは、人が安らかに生きられるよ。つまりあのような光景が日常にあふれているようです。みんなが笑っている。またお会いできるかもしれませんね。では。再びお目にかかるのが、まさかこのような形になるとは。ええ、私もです。こたびの縁談、父上が決めたことではありますが、私にも思うところあって参りました。この一戦で今一度あなた方、いえ、あなたを見極めさせていただきます。ええ、構いません。ではよく見通せるよう東南の風を吹かせましょう。東南の風。月が綺麗ですね。ええ、地上の騒乱が嘘のように。この月があなたの行く先を照らす光となればよいのですが。教えてくださいますか、あなたが目指すものを。殿が進む上で避けぬもの、恨み、そしり、そして犠牲、それらは私が一身に受け、殿には世を照らす光となっていただく。それが私の務めであり、目指すべきところだと考えています。その務め、私にも半分負わせていただけますか。亮様、ご無事ですか。月英殿。ええ、
私は大丈夫です。孔明様危ない。うわあ、孔明様などと失礼いたしました。構いませんよ、月英。では参りましょう、孔明様。兵たちの士気は高いようですね。あとは物資の輸送が円滑に運べば。職は点検のうち、兵の負担を心配なさっているのですね。少しでも楽になればと輸送具を開発したのですが、いかがでしょう。月英、あなたは私には過ぎたる妻かもしれません。医療ではご苦労なさったようですね。いえ、しかし関羽殿は殿にとって特別な存在。そのあだを呉を打たずにはいられなかったのでしょう。わかります。でもその席を一人で負ったりしないでください。私も一緒に追うと言ったではありませんか。そうでした。私にも特別な存在が、過ぎたる妻がいましたね。過ぎたるなどと力を合わせこの漢中を制しましょう。ああ、月英ですか。孔明様、お体の調子が悪いのですか。いえ、心配するほどのことではありません。しかし先ほどの席は明らかに、ここのところ戦続きだったので疲れが出たのでしょう。月英も早く休みなさい。無理をなさっているのではありませんか。ええ、孔明様はいつも大切なもののために命を燃やして。それは諸葛亮殿だけでなく月英殿もそうかもしれませんね。え、大切なもののためを思えばこそこうして戦場に立っておられる。確かに、なればこそ迷ったりはしません。私たちの大切なもののため、今こそ力を尽くしましょう。